はい、それではポイントチェック3番。右の図のように長方形の花壇に道を作りました。花壇ね、花壇の道以外の部分の面積は何平方メートルですかっていう問題ですね。これもわざわざ長方形の花壇って言ってますね。どういうことだろう。まずこの白いところの面積を求めなさいってことだよね。じゃあこのままね、道のね、まあ道の面積を求めて全体から引いてやることもできるよね。まあこれね、道の部分、この縦に走ってる道だけに注目してみると、これね、まあちょっと細長いけど斜めに走ってるから、ちょっと平行四辺形って言えることができるよね。これ下の辺と上の辺をね、平行、全部がね、お互いに平行になってる平行四辺形って言えることができる。 でも平行四辺形はの面積は点かける高さで求めるよね。じゃあさっきの三角形の透析移動と同じように、じゃあ底辺と高さを変えないで移動してやれば面積は変わらないんだな。ね。じゃあちょっとこれ写してみよう。じゃあどういう風に写すか。ね。この面積を求めやすいように写すんだから、端っこに写してみよう。こうやって。ちょっと歪んじゃった。うん。こういう風に。ね。じゃあこの、ね、最初縦の道と、この青の道。ね。底辺がこれ1メートルずつで高さは一緒だよね。だから面積は同じはずです。じゃあ同じようにこの横に走ってる道もちょっとずらしちゃおうね。じゃあこれも下に移しちゃおう。こうしてね、移しちゃおう。じゃあここはもちろん1メートルだしね、ここも1メートルですよ。じゃあ求めるのはね、白い部分の面積、白い部分の面積はこのうち、この長方形を求めてやればいいんだよね。うん。じゃあまず横の長さ。横の長さ6たす1たす4、引く1で、10メートルかける高さもね、これまあ1メートル引いてやって、3たす3で6。6で、60平方メートル。これも単位間違えないでね、平方センチメートルとかしちゃうとね、罰になっちゃうからね。単位気をつけよう。いいかな。まあこの問題ね、写さなくてもね、まあ求めることはできるけどね。ただここをかぶっちゃってるからね。まずこの縦の道の面積は 1×3+1+3 ね、7。横は 1×6+1+4 で11ね。これを全体から引いてやればいいんだけども、ここ重なってる部分があるから、それに考慮してね、重なってる部分は、じゃあこれは 1×1 だね。1×1。ね。じゃあ全体は6たす1たす4。11×、横が11、縦が6、7。ね。77。77引く？ね。7と11を引くんだけども、これ重なってるから、まあ、こういうふうにしようか。7たす11、引く1。これを77から引いてやれば60平方メートル出るよね。まあそんなに大変じゃないから、透析移動しなくてもね解けるけど、まあ被ってる部分あるからね、それだけ考慮して計算しましょう。いいかな。